J リーガー GO GO とか鈴木アンジの番組とかいつもここで鈴木アンジの番組やってましたねJ リーガー GO GO とか言いながらベルマーラ GO GO になっちゃってみんなベルマーラばっかりしちゃってこんにちは。今日は、これは何の動画になるんでしょうか。これはですね、 J リーグ僕は16年間やってきましたけど、その中であのフリーキックとか得意だったんですけど、それに特化したフリーキックだけの番組ができるんですよね。まあいろいろ対決とかあるんですけど、その中でも対決もしながら、どこでボールを蹴るのかとか、どこを蹴ると曲がるとか落ちるとか、でどこの筋トレをやるとそういう風にいいボールを蹴れるのかとか、まあ僕含めていろんな方が多分ゲストで出てくれると思うんで、その人たちのなかなか聞けない話を聞ける奥深い初めてのフリーキックだけの番組だと思いますけど、多分世の中の人は僕はフリーキック、あのベガルタ戦で入れた 40m のフリーキックとああいうインパクトあると思うんですけど、まあ得意なことは得意なんですけど、まあそれをね、今の世の中のサッカーってすごい守備的じゃないですか、お互いに。その中で得点がなかなか入らない、そこで決めれるのはやっぱフリーキックだと思うんですよ。でまあね、そのフリーキックっていうのはその蹴る瞬間時間が置いてから30秒があるんですけど、ものすごいスポットを浴びる。例えば、仙台スタジアムだったら2万人がバッと僕に脚光を浴びる、みんなが注目してくれるし、まあそういう意味でフリーキックって本当蹴れるといろんな意味でプラスになると思うんですよね。勝ち点3も取れるし、お客さんも喜んでくれるし、まあそういう意味でカラスうるさいですね。おい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 、応援しに来ちゃった、もうサポート入ってサポーター。あれサッカーのテクニックの中では上級編っていう感じなんですかね。結構上級編じゃないですか。でもやっぱ難しいと思いますよ。小学校、中学校の時ちゃんとしたパスもできないのにフリーキックの練習してんなよって言われたようなちびっ子もいるんじゃないかなっていう。いやでもそれはもう一つ武器を持つっていうことが大事なんで、非常にいいことだと思いますよ。平均的ではなかなかプロにならないと思うので、一つ違うものを持つっていうのは、あの監督としたら使いやすいかもしれないですね。飛び道具なんでレギュラーへの道がありますよ。それ蹴るとやっぱね、そのロングボールでも落とし方も上手くなるし、味方につけ方も上手くなるんで非常にいいと思いますけどね。あとまあ個人的にはフリーキッカーって、なかなかいないじゃないですか。そうすると価値が上がって給料が高くないんじゃないかなっていう印象を受けますね。ぶっちゃけありますね。まあ今まで考えてたんですけど、やっぱタイミングがなかなかなかったんで、今年 J リーグ30周年じゃないですか。まあそこでJ リーグにお世話になったんで、そこで還元できれば、実際その今51歳になりまして、今でもトレーニングしてるんですけど、やっぱ落ちてくるじゃないですか。練習してても集合でやってるんですけど、集合で集合月金でやってるんですけど、あのいいキック蹴れるのもそろそろかな。そしたら筋力的な問題もありますし、始めます。はい。まあいろんな素晴らしいキッカーの方に今オファーをしていますので、何人か承諾得てるんですけど、多分皆さんにもすごい、あそういう蹴り方があるのかとか、すごい勉強になると思いますし、役に立つと思いますね。キャスティングプロデューサーとしての役割もやりますよやりますよ、もちろん。いいんですか。というか僕がやりたい人に声かけてみようかな、ダメでも。それで彼らのキックの、やり方見たいし勉強したいし、あとどういうウェイトトレーニングをするのかとか、それすっごい興味あるんで。あと心理状態とか、キーパーのどこ見るとか、壁飛ぶか飛ばないかとか、そこまで研究するのか。僕は結構壁飛ぶか飛ばないか、いつも前日試合見て相手のビデオで研究とかしたんで、そこら辺かなりちょっと気になりますね。いろんな方にオファーされてるってことですけど、それはどういう過去。まあもちろん過去の選手もそうですけど、やっぱ皆さんその J リーグファンの方、あのキック見たいな、あの人知ってるっていう方ばっかだと思うので、あと現役も話をしてるんで、まあ、現役の方はね、あのパンチ力も力もあるんで非常に楽しみですけどね、まあ、対戦になると思うんですけど、はい、
そう思います。サッカースクールとかもやられてるってことは。私ですよね、はい。はい。サッカースクールはまあ自分のチーム持ってるっていうか、まあ全国行って、47都道府県でいろいろ回らせてもらってサッカースクールやってますけどね。そこでキック見せてあげると、子供は知らないんですけど、キック見るとこの親父やるじゃないかということで、サインをくれ欲しいとか言われたりするんですけど、もう長い時間はいらない。一発見せてればいいかなみたいな感じ。だから子供もね、まあ今まだ小さいから筋力はあんまりないんですけど、今のうちキックの当てる場所とか覚えておくと、非常にこれから大きくなって筋力ついてきたら素晴らしい機会になると思うので。シュルさんはどういうきっかけでこうフリーキックを到達しようという。そうですね、まあ基本僕小学校2年生ぐらいからもうドリブルとロングキックの練習ばっかりしたんですよ。ずっと本当に1日朝と夕方3時間ぐらいその練習ばっかりやってて、初めてフリーキックをやろうかなと思ったのは、中学校の時にミッシェル・プラティニーいたじゃないですか、フランスのナポレオン、彼がユベントスの10番だったんですよ。それを見て、うわかっこいいな、今と違ってその世界のサッカーって見れなかったですよね。トヨタカップの12月に来る時だけしか見れなくて、その時にプラティニーはまあトラップして浮かしてボレーシュートを決めたんですけど、フリーキックなかったんですけど、その前の映像とか見てて、いやかっこいいなって、もうワンステップでコース狙って浮かしたりキーパーの足元抜いたりしてるのを見て、あ真似しようと思って、ですからあの時はユニフォームもユベントスと同じユニフォームにしましたよ。中学校の時10番つけて、でスパイクもパトリック履いてやってましたけどね。はい、そこからその実際試合でフリーキッカーになるまでどれぐらい時間がかかったんですか。まあ練習はしてたんですけど、まあ、決まるまで結構時間かかりましたよね。研究していくうちに、まあ、自分もサッカー選手になって、18歳かな、今のベルマーレの前身が藤田工業だったんですけど、そこ入った時にブラジル代表の10番のピッタっていう左利きの選手がいたんですよ。で彼にマンツーマンでいろいろ教えてもらいながら、ボールの置き方とか、そこから自分なりにアレンジして持ってきましたけどね。最初決めたのはだから22歳 J リーグ初めて出た時かな、そこからなんで、それからですね、はい、松さんなんか10点って書いてありましたけど、まあ少ないですけどね、まあ試合数がどんくらいか、あんまり僕試合出てないんでちょっとわからないですけど、そこのランキングに並んでる選手とかもちょっとこのチャンネルに来たり、はい、それ間違いないでしょう。そこみんな見たいじゃないですか。もうそこは行きますよ、ぶっ飛んで外国も行っちゃうかなと思ってますからね。スーパーの人とキーパーが一歩動くだけで全然違うし、動かないキーパーもいるし動くキーパーもいるんで、そこもやっぱねしっかり見ないといけないし。フリーキックって奥深いんですね。いやめちゃめちゃ深いと思いますよ。今日も朝インスタで、ベッカムの練習風景があったんですよ、今のね、チームの、まあ、オーナーやってるじゃないですか。やっぱり昔と一緒で、近いところってボール落とすの大変なんですよ。だけど立ち足が離れると落としやすいんですよ。で今日も久しぶりに見たんだけど、全く昔の現役の時と一緒で綺麗に落として、あすごいなっていう。今も研究されてるんですか。してます、してます。いろんな人のキーパー動き方とか、いやこれ J リーグも毎回見に行ってるんで、今ダゾンがあるからいろいろ試合見ながら。最近おすすめの選手キッカーって、やっぱ日本は福森でしょうね、コンサドーレの、パンチがあって、遠い距離からでも落とせるし、近い距離でも速いのも落としもいろんな蹴れますから、一番ナンバーワンじゃないですか。まだ見ぬ未来のフリーキッカーみたいなものもちょっと探していけるといいのかな。まあもちろんもちろん J リーガーで入れてる方はちょっと勝負して、テレさんのアドバイス一発で蹴るようになったみたいな選手も出てくるかもしれませんよね。期待してます。いやまあそうなってくれればいいですけど、まあそれでやっぱね、フリーキックやっぱ花形だと思うので、それを決めてさらにチームにもしくは日本代表に貢献してくれればよくないですか。こっから始まって頑張りましょう。頑張りましょう。ありがとうございます。はい、皆さん、ぜひチャンネル登録とグッドボタンを押してください。待ってます。結構いい。俺どうブルー結構似合ってる。